k ウィルは韓国の男性歌手である。軽気道出身。本名は、キム・ヒョンス。大学を中退して、歌手の道に進み、アカペラグループや、ガイドボーカル、ボーカルトレーナーを経た2005年にドラマ、このくでなしの愛主題歌、夢を担当する。2007年3月にパンシヒョクプロデュース、パクジュニョン作詞、作曲の左側の胸で、正式デビューする。 秘蔵曲を提供したパクは、ケイウィルについて、才能、努力、個性の三拍子が揃った今まで私が待っていた歌手が、とその才能を絶賛した。デビュー当時に付けられたあだ名は、男マラやキャリーであった。2008年12月発売の、ラブ119がヒットする。2009年3月に発表した、ミニアルバム、涙ポロポロ収録曲、少女、愛に出会うでは、 少女時代のティファニーとデュエットで共演した。タイトル曲の涙ポロポロのメガボルトには同じく少女時代のユリが出演した。大学2年の時に入隊したが、肩の脱臼が原因で4級公益勤務要員に配置された。東方新規のデビュー曲、ハグにコーラスで参加している。2009年の韓国版、花より、団子サウンドトラック、マイエブリシングで、 俳優イミン法のボーカルトレーナーを担当した。バラエティ番組、週刊アイドルにおいて、公表身長は1 7 8トルだが、実際は1 7 6トルであると告白した。ただし、司会者が計測した数値は1 7 4 5トルであった。ボーイズ2面に強い影響を受けており、アルバムのカセットテープが切れるほど聞き込んでいる。 他にも影響を受けたアーティストとして、ソリトや、ブライアン・マックナイトを挙げており、かつてブライアンにあやかってつけられた、ブライアン・ヒョンナイトというあだ名は、ファンクラブの名称にもなっている。ありがとうございます。